とつか大水害は、1889年8月、熊野川流域で起きた、大規模水害である。奈良県吉野郡とつか里に壊滅的な被害を、もたらした。とつかの大水災、熊野川大水害、熊野川大洪水、木和水害もしくは、木和大水害などとも呼ばれる。周線が、日本付近に停滞しているところへ、台風が、南海上から接近。 8月18日から19日にかけて和歌山県から奈良県南部の範囲に大雨をもたらした。台風は19日午前6時過ぎに高知県東部に上陸し、まっすぐ北上して四国地方を呼び中国地方を縦断20日に日本海に抜けた。和歌山県の記録によると20日午前3時頃から西南風が強く吹き711ミリバールの 低気圧に風速40メートルを伴って、県下に襲来、雨は9月7日まで降り続いた。記録に残る和歌山県での最大雨量は20日に、現、田辺市元町で観測した日雨量を901.7ミリメートル、時間最大雨量は169.6ミリメートル。奈良県吉野地方では19日の雨量は1000ミリメートルを、公営時間雨量は130ミリメートルと、 推定されている。明治大水害、高津中山崩壊地、後石踏み、明治22年8月20日午前7時中山は、高さ360メートル幅480メートルに、渡って崩壊。奈良県吉野郡戸塚川里では、大規模な山腹崩壊が1080所で発生。戸塚川が刻んだ谷を土砂が埋め37箇所で、天然ダムを作り、 多くの石と猫が出現。天然ダム決壊に伴う洪水により甚大な被害が生じた。土砂堆積は地形を一変させるもので、川床に堆積した砂礫は平均で30メートルとの推定がある。この災害は深層崩壊の典型事例として記録されている。北戸塚川村、戸塚川花園村、中戸塚川村、西戸塚川村、南戸塚川村、 東十津川村の六河村からなる、十津川号は、村民一万二千八百六十二人のうち死者百六十八人、全壊流出家屋四百二十六戸、半壊まで含めると、全戸数二千四百三個の一四にあたる六百十戸に、被害、高地の埋没流出二百二十六ヘクタール、山林の被害も甚大で、生活の基盤を失ったものは、約三千人に上り、 県の役人が旧型に服するわけだし30年の後にあるべしと記すほどであった。被災者2691人が同年10月北海道に移住、新戸塚川村が作られることになった。明治22年吉野郡水災史は、内吉野郡役所が編纂し1891年4月に発表した全11巻に及ぶ本災害の記録である。 被災した吉野郡内十二河村の詳細な記録を現在に伝える。十二河村とは、十津川号六河村のほか、その上流域にある、天川村、大東村、野瀬川村と、それらの村と分水嶺を挟んで北側に隣接する、木の川水系の旨、日野木村、南吉野村、阿能村である。一村一館として編成されているが、第十館のみ。 総比の木村と南吉野村の二村を一巻にまとめているため12村で全11巻となっている。上表の被害数などは各巻末の統計表にある数値をまとめたものである。被害数などについては第一巻関東の所言に全村の合計数があり、また各巻の本文中に各村の数値がある。死者数、流出個数、 全開個数については村によって、本文中の記載が末表の数値と微妙に異なるものがあるが、ほぼ一致している。一方、大規模崩壊数については12村中5村で数値が異なる。例えば、宗ひの木村は末表では0となっているが、本文中では101箇所と記載されており、各村の本文の数値を合計すると1372箇所となる。 また、末表と本文の数値を仮に、誤差範囲と考えても、初言では大規模崩壊数を247箇所としており、大きく異なる。この初言の247については、調査数値1147を247と取り違えて印刷されたのかもしれない。なお、大規模崩壊数とは、10を50件以上の産地崩壊の発生数である。小規模な崩壊は、 至るところで発生しており、地域により無視されていたり無数と記述されている。山地の大規模崩壊や進行の発生は、災害の原因となったが、上表からも、特に北戸塚川村と、西戸塚川村に激しく襲いかかったことがわかる。山地崩壊による土砂は、濁流が流れていた河川をせき止め進行が発生した。やがて水位の上昇に伴い水圧が増大し、 あるいは席を腰流しやがて決壊した。十津川は奈良、和歌山県境から下流を熊野川と呼ばれるが、その河口の新宮町でも死者7人流出、全壊戸数591個などの被害が記録されている。熊野川中流の元宮村では、中洲にあった熊野本宮大社社殿は破損し、後に山寄りに移築されることとなった。一方、 和歌山県中部を南流する富田川では、県の調査によれば、過去の記録には全く見られない水位18メートルの大増水が生じた。河口地海原、白浜町域では、19日午前2時頃、堤防が一斉に決壊、濁流により、人家はほとんど流出、人間や多くの家畜。 木材や砂や岩石とともに上流から流れてきて海に向かって音を立てて注いでいったという。富田川流域全体で死者565人、負傷者52人、家屋流出749個、半流47個、全開459個、半開148個、牛馬の死亡136頭堤防は各所で壊れ、 手入れの行き届いた水田も河原のようになっていた、などの被害が伝えられている。この地域から、十津川村のように、トン,ン兵や一般住民として、北海道へ渡っていった人々もいた。他に、木の川、有田川、日高川、藍津川、引川,引川など県内の主要河川が激しく氾濫し、山崩れも引き起こされ、河川沿いの収録や田畑は、壊滅的な打撃を受けた。 浸水町損数は2町178村にわたり、死者総数1247人、流出家屋3675戸、全会家屋1524戸、半会家屋2344戸、浸水家屋33081戸、橋梁流出931件、船舶流出247艘、死亡牛場227頭、光沢地流出7000部、 堤防決壊1072カ所などの被害がもたらされた。ありがとうございます。